BTR-60 はソビエト連邦で開発された送輪式の装甲兵員輸送車である。1959年に採用されてから21世紀に入っても現役で使用されている第二次世界大戦後に開発された送輪式装甲車としては代表的なものの一つである。それまでソビエト軍で使用されていた BTR-40 や BTR-152 といった装輪式の装甲車は堅実な設計であったが基本的にはトラックをそのまま装甲化したものに過ぎず実戦部隊からは戦車に十分に追随できず機械化部隊の装甲車としては能力不足であるとの意見も多かった。p t 7 6水陸両用戦車をもとに早期式の装甲兵員輸送車である BTR-50 も開発されたが、この車両は高価で、生産費用がかかり、運用維持にかかるコストも大きいために大量配備に難があるとされ、総輪式で生産、運用コストが廉価で、十分な能力を持った、走行兵員輸送車をという要望により、開発されたのが本社である。クビンカ戦車博物館に展示されるジル -153,1950 年代。 後半から開発が開始され、生産、運用のコストを抑えるために極力民間向けのトラックと共通するコンポーネントを用いることを第一に T-54 戦車に無理なく追随できる能力があることが求められ、合力キ自動車工場設計局とリハチェフ、記念工場設計局設計局によって、それぞれ4軸8輪、 背の高い船型車体を持つギアスマイナス49と 3? 軸6輪を同じく船型だが、背の低い車体を持つジルマイナス153が開発され、評価試験の結果、ギアスマイナス49が1959年に採用された。最初期の方は、車体天面に装甲のないオープントップタイプだが、採用のちほどなく、ソビエト軍のドクトリンが、 各戦争下での行動を重視したものに転換されたため、密閉型の車体を持つ BTR-60PA が開発、さらに武装が貧弱であるという意見に応えて、機関砲装備の砲塔を搭載した BTR-60PB が開発され、以後はこの PB 型が主力生産型となり、BTR-60PB を改良した。 BTR-70 によって転換されるまで、ソビエト軍主力装甲兵員輸送車として用いられた。ソビエト軍はじめ、東側諸国にも大量に供与されて用いられ、21世紀に入っても世界中で多数が現役である。2機のエンジンで、第1、第3車軸と、第2、第4車軸を分担して駆動させている、独特の機構をとっており、 これは二つのエンジンを同調させることが難しいという欠点があったが、一方でエンジンが一つ故障や損傷しても問題なく走行が可能であるという冗長性の高さがあった。後部にウォータージェットを一つ装備しており、それにより水上を推進することができる。水上高行時のために、車体全面下部には展開式のナきリータが装備されている。 BTR-60PB より搭載された、砲塔は、全周旋回可能、で、不行角は -5 度プラス60度、主武装の KPVT14.5mm 重機関銃と、副武装として同軸に PKT7.62mm 機関銃を装備する。このほか、車体側面上部左右には、数箇所にガンポートが設けられている。実戦で運用された際に、 本社の最大の問題となった点として、エンジンが、車体後部にある構造上、閉院室から車外に出るためのハッチが、側面上部と上面にしかなく、ハッチの大きさが十分でないために素早く降車できない、という難点があった。手機に引火しやすい、ガソリンエンジンを搭載しているため、被弾するとそのまま爆発炎上してしまう危険性が高く、前述のハッチの一問題から閉院室からの、 脱出が遅れてそのまま消失してしまう恐れが強かった。そのため、不評たちは、兵員室に乗るのではなく、車上にこのして警戒することを好んだ。BTR-60PK、BTR-60 の採用国グルジア、カザフスタン・キルギス・トルクメニスタン。セプテンバー、18th、2011。2020年12月21日閲覧。 ありがとうございます。